2005年の東北楽天ゴールデンイーグルスは、2005年の東北楽天ゴールデンイーグルスにおける動向をまとめる。この年の東北楽天ゴールデンイーグルスは、チーム創設1年目のシーズンであり、田尾康氏が監督を1年だけ務めたシーズンであった。新規参入した楽天は、戦力不足から球団史上最悪の11連敗を2度、喫し、最下位でシーズンを終えた。 大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブの合併に橋を発するプロ野球再編問題の末に誕生した楽天は選手軍配ドラフトや新人ドラフト自由契約選手外国人選手との契約他球団からのトレードによる選手獲得を経てシーズン開幕を迎えたしかし選手軍配ドラフトのルールや新規球団ゆえの経験不足等により 十分な戦力を確保することができなかった楽天は、開幕直後からリーグ再開に沈み、そのまま再開でシーズンを終えた。そして、このシーズンオフに、田尾康史監督が解任され、後任に野村克也が就任した。規定で、プレーオフ勝者が優勝チーム本節では、シーズン開幕前の入団について記述する。分配ドラフト分配ドラフト以外の入団選手本節では、 本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。